前回終わった後寝ようと思ったんですよ。その日も寝ようと思って目を閉じるじゃないですか。暗闇の中にあのシーンがねフラッシュバックしてきてね、なんかもうね大変だった。その日一日中ね嘘だろう嘘だろうって声をねずっと出してましたね。はい、どうも扇風機です。今回から、ね、個別攻略しようかなってあとあの前回主人公がさ、あの時告白しなければなんとかって言ってたけどさ、絶対告白しなかったらしなかったでさ、それがショックでさより絶対自殺してたよねっていう、どうしても逃れられないんだろうね、というわけで個別攻略します、今回からねあの夏希ちゃん行こうかなっていう、さよりちゃんの次にねなんか好きな夏希ちゃん行って、その次ゆりちゃん行って最後に部長行こうかなっていう。部長明らかにヤバそうだったもんな、なんか叱らして。行きます。これあのさよりちゃんがいない世界になってるからこう。そうそう、部活探してるんですよ。いやまさか文芸部っていう部活はないですよね。ねえ、ないですよね。なんですか？よし。もういいですよ。見学ですから、どう？いいですよ。まあ、理由ない、断る理由ないからね、行こうか。そうそう、モニカはね、すごいいい子だからね、行こうか。見学しようか。やったー。そうだね、いい人ですね、はい。そうだ、幼馴染のことを思うね、いい人だよ、俺は。うん。大したことないよ。ただメンタルは強いよ。モニカとその笑顔に魂打った。カップケーキは作らない。カップケーキはさよりがなつきちゃんに言ったからこそなつきはカップケーキを作ったんであって、さよりがいなかったらカップケーキを作ることにならないから多分そうなんだろうねはい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 、いつもの場所、ただいま。うわ、お客さん、そうそう、あ、そっか、新入部員連れてくるってさよりが言ってたもんね、最初は。それを知らないもんね、二人とも。うん、どうもどうも。この部活は可愛い子だらけだな。そうだな、彼氏じゃないんだな。モニカの彼氏ではない。モニカの。違う、そうじゃない。なつきちゃん。そうだね。そうだね。なつきちゃんで。あ、そっか。紹介ももうモニカがするか。あ、どうもどうも。あ、どうも。よろしく。そうそう。私。カップケーキでも作ろうとしてたのかな、わからないけど。お茶、そうだね、お茶出そうか。そうだね、座ります。あ、そっか、モニカとナツキが座るのか、喋るのか。モニカの隣、何これ？ちょっと読む。うん。何これ？え？詩じゃないよね、これ。日記だよね。すっきりした。運が何を感じているのか分かった気がする。それでも私は責任を持って行動しなきゃいけない。これ、さよりなのかな、多分。自殺さよりかな。責任持って、だからあのモニカ説もあるけど、どうだろう、これさよりかな、やっぱりぽいけどな。ちょっと、来たよ来たよ、大丈夫。今顔おかしかったよね。わわ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 わ、モニカが前に来てる。おかしい。思うけどさ、BGM ちょっとだけおかしくない？
俺の気のせいかな、半音高くなってない、わかんないけどすげえドキドキして、やっぱおかしいよ。いや BGM おかしいよこれ絶対。ちょっと間違えて飛ばしちゃったけど、ユリじゃない、夏木がクローゼットを物色してるから、その夏木の方に行って今手助けをしてるっていうところです。たまにはマンガ多いね。カフェガールズ、なに本意表紙、本意表紙でアンダララダラダダ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 ダ4人の女の子ね、4人の女の子って燃えるよね、可愛いよね、うん、4人はね、うん、おっと主人公グイグイ行く、接近していく、物理的に接近していく、冒険者、日常系かわいい、うんうん、おーかわいい、いやもうなんか目動いた瞬間一瞬鳥肌立ったのがもう嫌なんだけど、なんで目が動いたのに鳥肌立たなきゃいけないの俺。漫画の話、うわ目が戻った、漫画の話しようぜ。でも俺好きな漫画ってなんか最近マイナー系が多くてあんま話できないんだよね。顔を殴ってやれ、殴れ殴れ、動詞も少ない、動詞諸君、はみ出し者、ところてんかな、大変で隠してる趣味。いやもうあのさ、ほんとさ、ここもう嫌な予感しかしないんだよ。あのさ、一周目の時ももしかしてって思ったんだけどさ、これさ、絶対さ、ダメだよね。これもうダメだよ。パパダメでしょ。あれもう絶対ダメでしょ。これもうマジでダメでしょ。もう、やだわ。もう嫌だわ、ほんともう。こういうのって嫌だわ、ほんと。ああ。楽しんでるよ。あ、もう目が動いただけで鳥肌立つの嫌だ。もういいよ。そう、もういいよ。続き読むの読まないの。続きを読むよ。時間が過ぎていく。眠ってる。お、目が開いた。うわぁ。もうやだ。もうやだ。あ、もうやだ、俺。もうやだ。本当にニューゲームをしたいけどできないのか悲しい。
なるか、人生は一度きりだから、人がいなくなったとしても2周目できるのはありがたいと思うってことかな。本当は人生は本当は1周目しかないからね。悔いのない選択肢はあれも。一応見せ合うぜな。どうでもいいからゆりで。もうやだ。あ、この詩は一緒なんだね。ということは何もなさそうかな。大丈夫かな、ここは。ね、ここも変なの書かれてたら、もうどうしようかと思ったわ。あのさ、いまだにさ、ユリがさ、謎なんだよね。だから、ユリどういう終わり方？ユリ突き詰めると幽霊説あるよね、これ。嫌なんだよな、そこ。実は私は幽霊なのよーみたいな感じでさ、呪い殺されたりして嫌なんだけど。モニカモニカモニカ、地味にモニカが怖いんだよね、俺。信じられないわ。夏木が気になるならお菓子を持ち歩くといいが、オッケー、お菓子持ってるわ。しがみつ、ちょい、夏木のお父さん、お昼代を渡さないし、家に食べ物もろくに置かないから、そのせいであの子はよく苛立ってるのよ。そしてたまに元気がそこ突き出てるし、さっきみたいに、ね、うわー、やめて。なんであなたそんな知ってるの？なんであなた知ってるんですかね。あなた部長の割にはネットワークっていうか、あのすごすぎじゃないですか、いろいろと。なんかもう、ちょっと待って、これ違う？あ、うわー、もう嫌な予感してたんだよ。ほら、モニカの詩さ、1回目と違うんだよ。1周目のこれ続きじゃん。だが彼は私を見、その僕、1周目は続きじゃん。混乱した私は必死にあたりを見回す。でも私の焼けた目ではもはや色すら分からない。誰かこの部屋にいるの？話しているの？それとも単に詩上に詩を綴っていて、そのペンを滑らせて奏でる狂った音色が私の耳に悪さしているの？部屋にシワでいいのかが走る。私に迫る。私の吸った空気が肺に到達する前に無酸する。戦慄する。ここから出なければ。すぐそこに。彼はすぐそこに。恐怖を飲み込んで、私はペンを振りかざした。思うけどさ、これ本当に彼氏に、されてるんじゃないかな。夏希が父親だとすると、モニカは彼氏なんじゃないかなって思うんだけどね、俺。もうやだ、もうやだ、もうやだ。自由だと思うよ。もうやだ、もうやだ、もうやだ。声に出すとそれは力強いですよね。それとモニカは彼氏を殺した説あるんだよな。夏木、夏木だけが天使。夏木ちゃん、俺の家に来ないか。それと隣の家がなんか空き家らしいから、隣の家に住まないか、夏木ちゃん。やめて、俺は夏希ちゃんを助けたい。俺は助けれる世界線を探すんだ。何回もタイムリープして助けられる世界線を探すんだ。あ、よかった、これは一緒だ。やっぱりモニカだよ。あれ、もうやだ、もうやだ。もうやだ、もうやだ。っていうか、ユリルートも全然なんか見当もつかないから、もう嫌なんだけど。夏希ルートの終わり方も想像できるから嫌だ。それはそれで嫌なんだけど。ん？ BGM おかしい、やっぱり。ね、ここさ、ユリ行ったら、これ夏希いなくなったら次どうなるんだろう、もう。モニカと話するしかないよね。嫌なんだけど、それ想像する。もう、最後、モニカとだけになったらさ、絶対とんでもないことになるじゃん。もう、やだ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 。もう一人いるんだよ。モニカと扇風機の他にもう一人いるんだよ。
あれ、そういえばさ、この会話を止めることできないよね。だって俺最初さ、これさよりに助けを求めたもん。俺そうだ、俺これ最初さよりに助けを求めたんだ。どうやって終わらせるかな。あれ、なんか会話さ、あ、ほんとだ、会話ひどくなってる。これはこれで面白い。どうなるどうなる。え、塩こい誰してんの。あ、確かにすごいな。そうだね。え、今一瞬流れたけど大体読むとは。ごめんな、俺夏希に参戦するわ。もうやだもうやだもうやだ、目を開けらんない俺。夏希だって言ってんじゃん、夏希だって言ってんじゃん、夏希だって言ってんじゃんよ。あー、死んだ。何、そうだね、そうだね、大した部長ですね。あー、大した部長ですよ。選択肢の前に来るなんて大した部長ですね。そうだね、わかります。それより、あのさ、やめてください。部室から来たか、夏希。あ、夏希ちゃん泣いてる。あら、まあ